僕たちの家族は、早見和馬による日本の小説。著者の早見和馬が、自らの実体験をもとに描いた作品。自らの母親が2008年に、余命宣告を受け、新たな病院を探していた2010年1月から、連載を開始。過酷な状況下であったが、母親が亡くなってからでは美化してしまうと考えてあえて、この時期からの執筆に踏み切った。当の母親も、 私の治療費を取り返してと応援してくれ、父親も息子が小説を書いていることを喜び、周りに配っているという。母親は5年の闘病後、2013年9月に亡くなっている。2011年3月に、左上のファンファーレというタイトルで単行本が発売されたが、2014年、今作を原作とする映画の公開を機に解体され、 映画のタイトルと統一されて文庫化された。石井祐也監督により約3年の歳月をかけて映画化され、2014年5月24日に公開された。同年8月21日から9月1日にカナダで開催される第38回モントリオール世界映画祭、ワールド、グレーツ、部門や不参国際映画祭への出品が決定している。監督の石井は まだ自分が20代という若い感性のうちに家族というものを改めてしっかり撮りたいと思っていたため今までの作品ではプロデューサーに一任していたキャスティングにも積極的にこだわり妻吹里氏、池松壮介、原田美恵子、長塚一慶さんという演技の面で信頼できる4人の主要メンバーを集めた。そしてその期待通り俳優陣は制作陣が 長年準備してきたものを一瞬で凌駕する芝居を見せてくれたと監督は、後のインタビューで語っている。主なロケ地は、山梨県上野原市の小茂足四つ。他に、神奈川県相模原市の藤野駅など。映画の舞台となっている三好町は、実際に原作者の早見一馬が住んでいた町で撮影され、家もセットではなく、プロデューサーがその町の空き物件を探して撮影された。 描かれているのがどこにでも、ある普通の家族で、自分の家族を振り返って誰もが共感できる、家族ドラマになっていることが映画館スタッフなどの間で高評価を得たほか、作家の浅野厚子は、単純な言葉では決して言い表せない、不思議な情動にかられた。何度でも見たくなる映画である。スタジオジブリの映画プロデューサーである。 鈴木敏夫は絶望は希望の始まりということを教えてくれる作品、大傑作、と評価。映画評論家の宇田川幸弘は、母親の病気発覚を機に家族がまとまっていく話と言えなくはないが、単純な美顔ではなく、闘病期である以上に多額の借金をめぐる金の話が、作品にリアリティを与え、面白くしている。と述べた。 リリー・フランキーは、妻吹里氏演じる、引きこもりの過去を持つコ介スケの笑顔でリアリティを感じたし、春平を演じていた池松壮介は、人間と子犬との中間のような独特な空気感が素晴らしく、彼は天才だ。と、作品だけはなく、俳優陣についても称賛した。原作者の早見一馬は、自らが小説で訴えたかったことを100%、 組み取ってくれた映画になっていて、小説家として幸せ。間違いなく素晴らしい映画だ。と監督に感謝のコメントを述べている。その他にも、有川浩、吉本バナナ、市村正地から著名人も絶賛のコメントを寄せている。2014年5月13日に日本外国特派員協会で行われた記者会見には記者100人が集まり、映画や本作のテーマである。 現代の日本の家族に対する質問が相次いだため、会見は予定時間を大幅にオーバーした。香港での上映が決定したほか、台湾や韓国など13カ国から上映オファーを受けた。受賞、ありがとうございます。